この試合前半戦は熱田防災設備崩壊が3つのタッチダウンを重ね試合の主導権を握っております。しかしその一瞬を隙をつきまして磯野も反撃となりますタッチダウンを上げて得点としましては20対6という状況になっております。さあ磯野は再びこの隙をつきまして状況を有利にすることができるでしょうか。あるいはそのまま初田防災設備崩壊がこの試合を制する形になるでしょうか。試合は磯野スーパースターズのキックオフで再開する形になります。磯野スーパースターズキックオフキッカーは43番の西脇岐阜大学出身。さあ、ホークはリターンに入ります。タックル受けながらリターナー18番、右オープン駆け上がりまして自陣40ヤードを超えた位置を確保しています。この位置から熱田防災設備崩壊の攻撃に変わります。リターナー18番は新野美、日本福祉大学出身。初田防災設備崩壊、自陣41ヤードからファーストダウン10。これは磯野のナイスディフェンス。まずランニングバック22番のランプレーで展開を図りましたホークアイ。しかしこれを読みましたか、そのディフェンスライン陣殺到しまして1ヤードロスを奪っています。失礼しました、現在カメラの設定を再設定しております。崩壊セカンダウンイレブン。ナイスラン、ファースターランニバック22番ハンドフォー託されまして右を2クロス走、そのまま縦に切れ上がりまして攻撃権更新としています。初田防災設備崩壊ファースター、見事なランを決めましたのはランニバック22番の芦田、大阪体育大学出身。失礼しました、現在、雨が降ってまいりましてその状況に対応しております。発作防災設備崩壊ファーストダウン10。さあここで中央突破を図りましたがこれは磯野も食い止めております。ゲインは約しかし2ヤードほど奪っております。キャリア27番は斉藤、関西学院大学出身。初田防災設備崩壊セカンドダウン8。パス成功。クォーターバック3番右に展開しておりましたワイドレシーバー18番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとなっています。パスを取りましたのはワイドレシーバー18番の新野美、日本福祉大学出身。初田防災設備崩壊サーダウン3。失礼しました、サーダウン2ヤードに訂正します。これは磯野ナイスディフェンス。右に展開したランニングバック27番にフレアパスを投じここからキャッチアンドラン図りましたがこれは
磯野は素晴らしい対応をしましてロスプレーに変えています。初田防災設備崩壊フォースダウン7、ここでホイッスルが鳴っています。ここで初田防災設備崩壊後半1回目のタイムアウトを取ります。さあこの最初のシリーズ得点アゲント攻撃を前進しておりました崩壊でしたが、ここで、ディフェンス磯野の奮闘がありましたので、ここでこの最後の攻撃権いかにするかタイムアウトを取ります。この配信は X2 ウエスト X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様個人様のご寄付ご記者によりましてこの配信は成り立っております。そのご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も、継続しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなります、ショッピングカートの URL ございます。ぜひこちらの方内容をご確認いただきまして、もしご同意くださいましたらこの配信によりまして多くの方々にこの、アメリカンフットボールをご覧いただくことが可能となります。ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあこのタイムアウトによりまして初田防災設備崩壊はどのようなプレーを選択する形になるでしょうか。フォーメーションを組みました。フォースダウン7でギャンブルプレーに入ります。さあ攻撃権更新をかけるこのワンプレー、果たしてどのようなプレーを持ってくるでしょうか。さあこのパスプレー判定はどうか。パス不成功。プレーはパスプレーでした。しかも奥に走り込んだ10番にタッチダウンを狙うパスを投じました。しかしわずかにこのパスがショートしましてパス不成功です。4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権は変わりまして磯野スーパースターズと変わります。さあ一気に猛攻でさらなる加点目指しました崩壊の攻撃、しかしフォースダウンギャンブル失敗になりまして攻守交代です。磯野この機会を生かせるでしょうか。磯野ファーストダウン10。さあここでクォーターバックのランプレーに転じようとしました。ハンドオフフェイクから左オープン展開を図りましたが、これは崩壊ディフェンス殺到しましてこのランゲインほとんどなしという形になっております。磯野スーパースターズセカンドダウン10。今度はランニングバックに託しました。ハンドオフを受けましたランニングバック25番、右オフタックル付近を駆け上がり約6ヤードのゲインとしています。味方ブロッカー生かし見事前進を図りましたのはランニングバック25番の宮部、北海道大学出身、北海道学生リーグで活躍しておりました選手がここの X チームで活躍しております。磯野スーパースターズサダン4。中央へのランプレーを敢行しようとしましたが、ここは崩壊ディフェンス陣が殺到します。中央ランプレーをランニングバック92番、失礼しました、崩壊92番、98番が押し返す形で阻止しております。フォースダウンと変わります。崩壊92番は白石、神戸大学出身、98番は伊藤、名城大学出身。このバントはディフェンスのプレッシャーありまして崩壊陣40ヤード付近での攻守交代と変わります。
フィールド上非常に強い雨が降ってまいりました。試合は続行しております。初田防災設備崩壊、自陣41ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを投入しましたが、ここは磯野踏ん張ります。中央へのランプレーを1ヤードのゲインでとどめております。キャリアは22番の芦田でした。大阪体育大学出身、チームキャプテン。初田防災設備崩壊、自陣42ヤードからセカンドダウン9。再びラニワク22番にボールを託します。ハンドオフから左オープンを突く形で展開をしましたが、しかしこれも磯野踏ん張っております。ゲインは1ヤードにとどめております。初田防災設備崩壊、サーダン8。パス不成功。クォーターバック3番、ここはスクリーンパスを投じようとしました。スクリーンパスはロングパスを投げると見せかけ、相手ディフェンスをあえて中へ切り込ませて、その裏を突く形でランニングバックにブロッカーをつけて走らせるキャッチアンドランプレーですが、これはしかしそのも見事なカバーをしており、パス不成功に変えております。初田防災設備崩壊、フォースダウンに変わります。フォーメーションをパントフォーメーションに変えました。このバントは磯野陣15ヤード付近でボールデッドしまして、この位置で攻守交代と変わります。攻撃権は磯野スーパースターズに変わります。後半に入りまして若干電波状況に改善があった模様です。現在は映像配信は安定している模様です。ネット配信はこういった不具合がございますので、何卒ご了承ください。さあ攻守変わりまして、磯野スーパースターズの攻撃になります。自陣15ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。さあまずランプレーから展開を図りましたが、これはホークアイ陣ディフェンスが殺到しまして、無視を1ヤードロスに変えています。そのスーパースターズはなんとか攻撃で打開を図りたいところですが、初田防災設備崩壊、素晴らしいディフェンスを見せております。磯野スーパースターズセカンドダウン11。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーを投入しました、磯野スーパースターズ。しかしレシーバーと競り合いまして、このボールをダッシュしましたのは初田防災設備ホークワイ7番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを果たしましたのはホークワイ7番の内田。素晴らしいプレーを決めまして、初田防災設備にホークワイに攻撃権を取り返しております。
ボールオンは相手陣25ヤードの絶好の位置からアスタ防災設備崩壊ファーストアウト。さあここでランプレー投入です。何枠27番ハンドオフを託されまして左オフタックルに突破完工。ブロッカーの力も使いまして約3ヤードのゲインとしています。キャリア27番は斉藤、関西学院大学出身。初田防災設備崩壊セカンドダウンセル。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーの投入です。裏をつくようにランプレーを重ねております。これによりまして約4ヤードのゲインとしています。キャリアは22番の芦田でした。大阪体育大学出身。チームキャプテンもここでその走りを見せております。初田防災設備崩壊サーダウン3。不成功。しかしイエローフラッグ反則が発生しております。さあこの反則は果たしてどちら側にあったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触妨害しました。エンドゾーン内でしたのでゴール前2ヤードの位置から初田防災設備の攻撃と変わります。初田防災設備ファーストアンドゥーゴールタッチダウン。そしてこの状況、初田防災設備崩壊パスによって一気にエンドゾーンを落としていましてタッチダウンとしています。初田防災設備崩壊6点追加です。見事タッチダウンパスを取りましたのは初田防災設備ワイドレシーバー11番の広吉、立命館大学出身。投じましたクォーターバックは3番の奥野、関西学院大学出身。現在フィールド上には負傷者が発生しておりますのでレフリータイムアウトが取られております。初田防災設備崩壊トライフォーポイント。キック成功1点追加。
熱田防災設備崩壊27点、磯のスーパースターズ6点となりました。熱田防災設備は非常に巧妙な戦術を駆使しまして、着実に攻撃を繰り返し、エンドゾーンを見事に落とし入れまして、タッチダウンし、試合の状況をさらに優位に変えております。この配信は X2 ウエスト全19チームの合同企画によって実施されております。さあ、初田防災設備崩壊のキックオフで試合再開です。試合開始。さあ、磯のリターンに入った。リターナー17番左オープン展開を図りまして、自陣30ヤード付近からの攻撃を得ております。磯のスーパースターズリターナー17番は田畑です。流通科学大学出身、名古屋サイクロンズからの移籍の X1 プレイヤーです。磯のスーパースターズ自陣29ヤードからファーストダウン10。さあ、中央のランプレーから入ります。キャリア25番、潜り込むように右オフタックルを走り込みまして、約2ヤードから3ヤードのゲインを果たしております。キャリア25番は宮部、北海道大学出身。磯のスーパースターズセカンドダウン7。行くぞ、いいブロックだ、ナイスだ、ビッグゲイファースター。ここでランプレーを投入しました。ランニングバックは27番に変えています。右オープン展開し、レシーバー陣も素晴らしいリードボックを果たしまして、大きくゲインしています。磯のスーパースターズファースター、見事なランを決めましたのは磯のスーパースターズ27番の東、京都工芸繊維大学出身のプレーヤーです。関西下部リーグにあります選手、しかしここで見事な活躍をしております。磯のスーパースターズ相手陣33ヤードに入りましたのファーストダウンって、パス不成功。ここでクォーターバック18番はロングパスを投じました。中央を切れ込んだ11番のパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。磯のスーパースターズセカンドダウン10。ここで中央ダウンプレー、25番タックル受けながらさらにセカンドエフォートで粘りまして、約3ヤードから4ヤードのゲインを奪っております。キャリア25番は宮部、北海道大学出身。ここでホイッスル、ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、初田防災設備崩壊27点、磯のスーパースターズ6点、攻守方向を入れ替えまして、最終クォーター第4クォーターに移ります。7対6